まあ日本人の方ですね。ニュースギビは特に言わないというか、まあ言うかなっていいかなと思ってるので、はい、まあ至って普通の人というか、はい、普通の日本人の人。正確な日付はちょっと分かんないですけど、初めて会ったの3年、4年ぐらいですね。3年ちょっとかな。ところだったのと、まあ、時期に関しては、ちょっと書類のいろいろあったので、整理しないといけないところもあったので、時期的に、もうちょっと早めにしたかったっていうのはあるんですけど、そういう関係で少し伸びて、今日になったっていう感じですね。センチャンで出るよりも、まあ、なんですか、強度をまず強く保つ、あとは、まあ、トータルの、打席数をまず増やすっていうところがメインなので、まあ、そこまで、ね、連続で出るというところには特に重きを置いていない、まあ、日本人の方ですね。ニュースギビは特に言わないというか、まあ、言うかなっていいかなと思ってるので、はい、まあ、至って普通の人というか、はい、普通の日本人です。正確な日付はちょっと分かんないですけど、初めて会ったの3年、4年ぐらいですね。3年ちょっとかな。それは全くなかったですね。まあ、彼女自身も僕の意見を尊重してくれてますし、そこはまあ、ここまでこう、まあ、野球とは別のことなので、まあ、どこに行っても、来るっていう感じだったので、そこは全くもう関係なく、自分が、どこで野球をしたいかっていうところが一番ところだったかなと思います。まあ、そうですね。まあシーズン中よりまず、入る前が、まあ、もちろん自分自身もそうですし、まあ他の全部トータルで見たときに、もちろん入る前が一番ベストじゃないかなっていう、ところだったのと、まあ、時期に関してはちょっと書類のいろいろあったので、整理しないといけないところもあったので、時期的に、もうちょっと早めにしたかったっていうのはあるんですけど、そういう関係で少し伸びて今日になったという感じです。